ネバーセイネバーカンガルーキックボクシングを推奨する TK 記者です。お願いします。はい、ということです。今日はですね、ちょっとねリクエストねいただきまして、ね、ワンツーをね少しやっていきたいと思います。でまあワンツーね、一番最初にまあジャブとねストレートね習う中で、まあ最初にワンツーでコンビネーションやっていくと思うんですけど、まあ結構まあ最初に習うにもかかわらず今日難しいのでちょっとねやっていきたいと思います。はい、ということでまあその場でねあのワンツーね打ってもいいとは思うんですけども、できるだけステップをねしながら打つことがまあ慣れていかないといけないので、やはりしっかり足を使ってまあステップインしてツーをね打つっていうねイメージでねそうやってやると思います。で、まあ、キックボクシングとボクシングもねやはりパンチと蹴りがあるので、蹴りを使う分ね、スタンスの問題というのは結構重要になってくるんで、まあ、ボクシングでもやはね短い、スタンスとはいえ、まあ、あまりね直立した状態でね打つのだけはねあまりこれは距離的に短いですし、バランスはいいんですけどなかなかね入りづらいので、今のね、スタイルでやっぱり少しね足を開くねステップをする中でワンツーがねできるようにねしていきたいと思います。で基本ですけど、まあスタンスのね話なんですけども、向いてる側がちょっと狭くなってね、こういう状態だと蹴りはね出しやすかったりしますね。バランスもいいんでね、ただパンチをねこうねやってしまうとね、もちろんこれでも打てるんですけども、出入りがね少ないですよね。出入りが少ないので距離感がもう結構短くなってしまいます、ね、ただでさえ短いのでやはりね、距離感をね操作するにはね、まあステップを使って少しね足を使えるようにすると、やはりね踏ん張る、下に踏ん張ってパンチを打つので、踏ん張れるように足を多少開かないといけないんですよね。なのでやっぱボクシングパンチを打つ時のスタンスとちょっと広めになります、うん、要するにキックボクシングはずっとこうじゃなくて、ずっとこうでもなくて、こういう状態もあったりこういう状態もあったりと、ね、スタンスがこうやっぱりね使い分けができないといけないんですよね、うん、まあちょっと話をね置いといて、でまずこうステップをしながらまずワンで、ステップインをするときにしっかりとねこういっぺんにねいけるようにしましょうね。1、2じゃなくてステップでポンと入れるようにする、ね、スッね、はい、その時にまあつま先はできるだけこの前に行く勢いを止めるためにつま先立ちでまずはねギュッと踏み込む、つま先にしっかりと力を入れて踏み込む、ベタ足でドンってやらないでつま先からドン止まる感じですね。その時にジャブをスパンと打ちます、ね、で脇締めて肘はね外側に行かないようにしましょう。で体も、ね、構えからまっすぐねドンってやるんじゃなくて、体をねしっかりと肩を入れて、まあ体が横になるようなイメージでねしっかりと入ります。まずここが大事だと思います。スパンね、パンね、パンス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 パンね、体をパッね、で、次スルーですね。でステップインして、まあ、後ろ足もついてきて、ここでね、トーン、ね、って打ちます。まあ、場合によっては、ね、ジャブで大きくいって、ツーでこういうふうに、ね、やる場合もありますけど、ボクシングとかでは結構多いかもしれないですけど、まあ、キックでやるとこスタンスがね、広くなっちゃったときはちょっと怖いんで、やはりね、ステップインでね、足の幅は広めでステップイン、まあ、キックよりも広め、だけどあんまり広くしないぐらいで、ステップインして、そこでトーンとね、回転して、打つようにします。ね、トーン、ね。で、まあ、
2の時ですね、まあこれも前足が少し内側に、まあ、入ると思うんで、ジャブの時に、ね、その次に、ね、足を回す時にこの足が外側に向いちゃったりしないように膝がね、こういうふうに、そうすると流れちゃうんで、パンチが、そうするとバランス悪くなっちゃうんで、しっかりね、後ろ足を回転させてもこの前足はしっかりね、残しておく、ね、残しておくようにしてください。ね、パン、トン、ね、トン、トン、ね、トン、ね、はい。で、あとはステップして、この足なんですけど、かかとはしっかり上げましょう。こういう風になっちゃダメですね。結構いますね。こうとか、このね、こういう風に打っちゃう人。しっかりと回転させて、かかと上げて、つま先で、まあ地面をね、蹴るようにします。まあ蹴る、まあ踏ん張るって蹴るっていうね、地面を感じるようにしましょう。で、その時に、まあ、回転をしすぎても、これもね、あまり良くないです。ね、この戻りが大きくなっちゃうんでね、そんなにこんな回転しなくても腰回るんで、ね、しっかりと膝を内側に入れることですね。膝をグッと内側に入れれば腰の骨が前に行くんで、だからどちらかというと足をこういうふうに内側に入れる、前に出して内側に入れる、前の膝にくっつける感じで入れるんですね。前の膝にくっつける、前から見ると膝と膝をくっつける、ここを縮めるようなイメージで回転をする。そうすることによってバランスが崩れないので、トン、ね、トン、トン、トンですね、はい。でこのワンツーをね、やるときにワン、エン、ツーにならないようにしてください。要するに、まあ、スローになってしまうと、あまり実践では、ね、使えないですよね。ワン、エン、ツー。まあ、タイミングをずらすとかイメージだっていいんですけど、ね、早くパパーンってやりたいので、その時は、手を、ね、意識するよりも、足のが動きが速いんで、意外と。だから、足でダンっていうイメージを意識して、足に合わせる手を。ワン、手で足を合わせていくんじゃなくて、足のまずはこういうステップからパターンっていう動きをまずはやっていく。バン。で、その中でそれに合わせてバン。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 ステップ、ね、を蹴りぐらい、蹴りができるステップに変える、ね、パンチができるステップだったり蹴りができるステップっていうのをうまく変えながらやっていくんですけども、ねね、要するにワンツーやるときに、まあ、ステップをしながら足さばきをまずパターンっていう動きを早くできるようにならないと意味ないですね。意味ないっていうか、早くやる、まあ、足はうまくこういうふうにね、早くトントンっていうリズムは取れるんで、それに手を合わせる感じのイメージで、トントンってやると、早くできてきます、ね。最初は多分ね、手が落ち着かないぐらいだと思います。要するに手でトントンって合わせるんで、ね、足を合わせないで、できるだけトンに合わせて、トントン、ね。この足の速さに合わせてやっていくと、結構早くできると思います。はい。ね、でまとめるとね、まあ、まずジャブに関してはステップインの時はポン、ね、こうね、こういう感じでいく。多少まあ内股に、前足が内股になってもね、多少はいいです、ね、ステップができる分、ステップができる分、できない人はあんま内股にしちゃうと蹴られちゃうんで、ね、できるだけパン、こういうステップができる人はトン、ここでまずはね、上手ですね。で、体を、ね、肩を入れて、手を伸ばす。手を伸ばす。
脇は肘は外に行かないように、この状態から肩を回していく。だからここ構えから構えから変わらないですよ。こうやってやってみる位置は肩が回るだけで変わらないですよね。でこれをこういうふうにしちゃったら引っ張っちゃってダメです。この状態、肘を脇に捨てた状態で肩を回す。でストレートはここからつま先をしっかり地面につけて、膝と膝がくっつくように内股になる、ね、体を上げる、トンパントンパン、ね、トンパン、これを練習する。トンで終わらない、トンパン、必ず戻るまでやってください。トンパンバーッとトンパンパン、ここまで、でここで終わっちゃってたんです。だからポンともらっちゃうんです。パン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 、ね、でこのステップができたら、それに合わせてパンパンパン、パン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 、ね、こういうふうにやってください。ちょっとね、ワンツー難しいですよね。うん、で、ちょっとポイントは足のね、さばき方ですね。足を起点で考える。足のスピードに手を合わせていくっていう感じですね。あとは諸々の注意ですね。ジャブの、ね、肩を入れて、ね、肩を回す。で、まあ、ストレートに関しては、つま先をね、しっかり地面に踏み込む。で、膝と膝をくっつける感じ。前足は外側に向かない。あまり回転、ね、後ろ足はあまり回転しすぎない。ね、ことをね、意識してやるといいと思います。はい。で、ステップはそうですね。両足、トン、トントンですね。トントントン。戻りまでしっかりやる。トントントン。トントントンですね。はい。ね、そこを意識してやってみてください。はい。これでね、ワンツーは終わりにしたと思います。前回ね、動画でも、TKX プレミアムチャンネルをね、お伝えしたんですけども、おかげさまでね、何名の方がね、ご入会いただいてるんで、ぜひね、そちらの方もね、よろしくお願いいたします。で、セミナーの方が10月の、中旬をね、目安に考えております。場所はね、静岡のこの TKX ジムでやりますんで、内容はね、TKX 理論に基づいたものなんですけども、まあ、皆さんね、実践とかね、やってる方もいらっしゃると思いますし、まあ、普段の練習でね、行動が分かんないってことを中心に、それをね、悩みを解決する感じでね、やっていこうかなと思います。その方が多分ね、いいのかなと思ってますんで、うん、また決まりましたらね、そちらも、ご連絡いたします。もちろん、プレミアチャンネル以外の方もね、有料でできますので、ぜひね、ご参加ください。はい、ということで、ね、これで終わりたいと思います。それではね、また次回お会いしましょう。さよなら。